3月の東京における消費者物価ですね2.4%上昇です。あ2%もう超えてますよね。貿易収支も3年連続赤字。貿易収支が悪いんですよね。他方株価は44%上昇で投資家は高わない。3月東京ブ物価2.4%上昇伸び率2カ月ぶりに縮小。まあちょっと伸び率が低くなっているとでもそれでもこんなに高止まっている。日経平均株価1年で44%上昇。 すごいですね株持ってる人は本当嬉しいでしょうね23年度末終わりね4万369円貿易収支は3年連続の赤字23年度の赤字額は5兆8919億円、えー、これはあの、まあ、構造的にね日本がいろんなものを輸,出し輸入してそして、えー、売り出したものが売れないということで、うん、日本の国力が下がっている可能性もあるかもしれない。 だけどそれだけじゃなくてやっぱり買い付けてくる材料、素材の方が高値になっちゃってそれに加工して出すときにじゃあ高値で売れるかといったらそんなに売れないとかそういう為替の問題もここに出てくるのかなと思うんですよね、うん、まあどううででしょもね、はい、これは前に申し上げたようにうん、うん、まず1位、はい、何度も言ったよう日経平均株価19世紀の異物のね、はい 株価指数などを使っている国は世界広しといえども。うん、日本とアメリカだけなんですよ。うん、だうとこんなね。十九、うん、世紀のね。コンピューターもない、もっと言えば、手回し計算機もないようなね。うん、そんな時代の産物なわですよ。でうん、何でもいい、これは。はい、その平均、その恣意的な平均、まあ、ごめんさい。恣意的に二百二十二百五十五社の。銘柄だけを選んで。その株価だけのね。 平均つまりその株式の発行数と株価をかけるその株数である、ね、時価総額、うん、そういうことを全く考えずにただ株価だけを見るその平均をとそれを合計して255で割るそうすれば極端に高い株価に引きずられるわけですね。うん、それうの今だと東京エレクトロンとか、うん、その辺で。でその 一方で,で、ね、NTT などはその東京エレクトロンの株価って大体7万円ぐらいあるんだけど NTT の株価って100円台なんですよ、100円台あんな巨大企業だけどそれ株<で>発行している株数が多すぎるからバブルのスタートの時になんかときに、ね、それで、そうするとその日本経済に対する、ね、重要度からいったら NTT 圧倒的ですよね NTT が今倒産したら我々、連行できないんですよ。そう あの、うん、他のね au だってソフトバンクだってあれ NTT の会社に使ってるわけだからファンダメンタルっていうかねだかところが日経平均株価ってこれ単純平均だから、うん、そんな100円台の NTT の株価なんて全く何の影響もないわけですよそれ上がろう下がろうと、うん、それでは東京エレクトロンみたいなねまあ重要な会社ではあるけど犯罪企業ででもそれもそんな大きくない会社で、うん、で だけど、株価は高いから、すごく影響されるわけ、で、うん、これはですね半導体株の上昇を言ってるわけですね。うん、だけど、その、そんな、何の申し訳ない。日経平均株価っていうのは、19世紀の異物の、ね、であって。もう、なんていうかね、もう、六万十というか、これはもう、株式投資にも役立たないし。ましては、経済政策には有害しかないね。だ、そういう意味では、もう、六万十取る、これ、サリンですよね。サリン。うん。だから、その、世界中で、うん。 平均んん、ね株,ね、株価なんていうね、うん、あの指標を使ってるのは日本とアメリカだけなぜかといえばこれダウジョンズ平均株価はを発表してるダウジョンズ社が持っている新聞がそしたらです、ね、日本でもアメリカでもねこれ,これやめてくださいよって言ったらもう日経がね傘にかかってねもう例えばそどっかの,その証券会社の そのエコノミストがそのことを言うもんなら、だってその証券会社は上場してますからね。うん、もうバリゾーン書いて、うん、とにかくそこの株価を叩き落として、なっ、ええね、ちゃいます。すと考えちゃうじゃないですか。それは。だって日経新聞がはこれで発表してるんですよ。うん、ね。で,ねでダウジョンズ平均株価をね発表してるダウジョンズ社の子会社がザウォルスジャーナルですよ。うん、そこでバリゾーンからどうします？うん、だからみんなそんなね独まんジやサリンだと言っても、もうみんなね知らなかったし、だから。 もしこれ僕は僕上場企業、上場しうん、株式が上場している証券会社の、ねうんうん、人間だったらもう絶対そ,れうなそれは言わなますよ、か長からあそう、うん。だからそういうふうに、うん、そ,のそうすると日経新聞が取材行けばね、うん、いや日経平均株価は困ったって、ね、言わせそしたら日経の記者たちも、ねね、ああやっぱり日経平均株価はすごいもんなんだと、ね、どうして、ね、平均株価って日本とアメリカだけで使われてるんですかという、ね、根本的な疑問を持たないわけ。なるほどね それは中国でもね、うん、台湾でも韓国でも香港でも、うんね、あるいはそのイギリスでもね、フランスでもドイツでもどこでもね、うん、平均株価の使ってないわけですよ。うん、問題だらけ分かってるから、うん、ちゃんとその時価総額に基づいた株価指数をね、うん、だから株,そのその株価指標に円とかドルとかね、金額がついてること自体が変だなと気づかない。うんうん どうして他の国はね、ただ指数で、数だけじゃないですか。なぜそうなのかとねお、何も考えない。うん、だから完全にその日本の、その、まあ、そういうふうに、こう。サラリーマンたち。と、個人投資家たちというのは、完全に思考停止してるわけですよ。思考停止というか、もう罠にはめられてるってことですよね。うん、ウォールストリートジャーナル、アメリカで、それで。 でも、日経、日本経。日本,は日,経日本経済、日本経済新聞社は、ちゃんと。そういった時価総額に基づく、まともな指標を。計算して発表しているの。あ、してる。はい、でも、それは有料です。え、これ無料ですけど。あれ。あの、前、お話ししてくださった時に。東証は発表してるっていう。東証は発表してる、やっぱり、あの時系列データは有料です。あ、そう。うん。で、これはただ。 だからドクマやサリンはタダで買ってるわけだからこれはタダただものただだってだって金井さんなぜね市場経済の国でただのものが怪しいと思わないんですかですよね。そんな貴重な情報だったらねど今のところこの日経平均株価ってインチキだよっていう話をこんだけはっきりと言ってるのは 証券業界の中でプロ筋はみんな言ってるわ、言ってるわけ。だから日経、日経新聞日経新聞見てね、三十万円でついに溶けた証券株とかね、見てみな、となるわけですよね。バカだったね。うん。でしかも前さんとお話ししたように、日経自体がとんでもないミスを犯して三十名からも一シングでかえて、あそこで大暴落起こして、これ切れてるわけですよ。 継続性がないね、ベ、ね、ータしちゃってるわけだから。うんうん、それはね、それを飛び越えてね。うん、ねその何年ぶりで、ね、更新したと。昭和二十ばくは解けたでね。はあ、って感じですよね。なるほど、ね。もう、なんていうか。その。そ,そこまで、なんか日本は落ちたかって感じしますよね。<ー>うん、で、こういうことをね。書きながらね。誰にでもわかる。これから始めよう、あの個人投資家。って ニサだとか、ね、新ニサ s とか,とかあ FX だとかもう死ぬほどあのコンテンツあるわけですよ。で皆さんこれをねあのよく参照しましょうね意味はこういうことですよなんてやってるんですねあれカモネギじゃないですかそうしたら、うん。だから何度もおっしゃってるように、はい、19世紀のね,ねコンピューターどころか、はい、要するに手回し計算電卓もなければね、はい、手回し計算機もなかった時代の。うん 国の日経平均株価支配が続くんでしょうね、これ、いい加減にしてほしいですね、<ん>いい加減にしてほしいですね、こ,んなこれ、法律的にすべきだと、冗談、うん、のとに。うん、で、うん、言えるのは、結局、それは彼らが一番分かってるわけですよ、うん、何でもいうように、日本経済新聞自身がちゃんと株価指数に基づいて、うん、つまりトピックスのね、の類似というか、トピックスの縮小版の指数を出してるわけですよ。うん、だってこれが、ね、絶対的なね 科学的客観性があるならそな他のものを作る意味はないじゃないですか。